Switch! Go! Ike, Takumi! Zenkai Souko da! Yosh! Keisuke-san ga mae o totta! Straight de chigiru no wa fubonii da ga kore wa time attack. Daichi corner no tsukkomi made ni tappuri margin o toru. Soshite kokusan saikyou no cornering machine FD ga corner mo tesu! FD 超絶速い！やっぱ発色じゃ勝負になんねえよな。見た今の発色。ああ、遠赤にも壁にも当たらず抜けてっちまう。あんなスピードで曲がるやつ見たことねえ。迫力やべえくらい速えぞ。差詰まってる。バカ、そんなことあるわけない。スタートダッシュを見るからパワーはせいぜい150馬力。ケスケの言うモンスターマシンでも何でもない。シフトポイントが速いラリー用のクロス一射で組んでいるから。だからといってケイスケの FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすればモンスターなのは車ではなくドライバー。わけわかんない速さで抜けてきやがった。いつすっ飛んでもおかしくねえぞ。いつ下りの恐怖ってものを感じてねえのか。イニシャル D、Initial D。あいつコーナー間のストレートを流しっぱなしで見切れてるぞ。なんだこれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うもんだぜ。まるで芸術、ほとんど感じない全国のようなドリフト。パチロクという車は限界領域で自分の手足をコントロールしている。非力な発力では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかれた。ケースか。どうでも圧倒的に下りが難しい。上りは水車でごまかしが低く下りの椅子に速く時間が続く。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。